この動画ではループのエクスプレッションを使った矢印の作り方をご紹介します。ループが作れるようになればゲームのアイコン表示や甘やかされて勝ち取ったメトロノームにも使うことができます。またループの種類も最後に説明していきますので、早速作り方を見ていきましょう。アクションということで、まずは矢印作りです。最近ではフォトショップで生成できるということで、早速フォトショップで囲んでおいてから生成のところでプロンプトを入力していきます。何ができるかお楽しみ。フォトショップがうまくいかなかったので、Adobe Firefly を使って矢印を作っておきます。収録するときに限ってうまくいきませんね。ということで、あらかじめ作っておいた矢印を使って、After Effects の中に挿入しておきます。そうしたらループを作っていきましょう。まず1秒の地点で矢印の位置を下にしてキーフレームをオン。そうしたら0秒の地点で矢印の位置は上に持ち上げます。そして動きが最初に戻るように2秒の地点で最初のキーフレームをコピー&ペーストしておきます。これらのキーフレームを全て選択して F9 で Easy Ease を適用。これで動きが滑らかになります。そうしたらエクスプレッションを追加していきます。ストップウォッチをオプションクリックしてエクスプレッションを追加。エクスプレッションはコーディングが必要ですが、コードをかけなくてもこちらのメニューからプロパティを開いておいて、ここからループアウトのエクスプレッションを選択しておきましょう。さあ、これでループが完成でございます。何回でも繰り返すことができますので、10回ループならトーループ、さらに2回でダブルトーループって、そんなわけはない。このキーフレームはグラフエディターを開いておいて、速度の関係を変更することができます。すると全てのループに反映します。もちろんこのループは1だけでなく、スケールとか他のキーフレームアニメーションにも使うことができるので、いろいろと試してみてはいかがでしょう。ちなみに今回使ったループアウトはキーフレームの後、つまりアウトでループをする動きです。その反対にループインはキーフレームの前、つまりインでループをする動きを表しています。そしてループのエクスプレッションは4つだけ覚えていれば OK。 今回ご紹介したサイクルというのはキーフレームの最初に戻って繰り返す動きです。ピンポンというのは繰り返すけど巻き戻る形で繰り返していきますので、キーフレームは2つで OK です。次のオフセットはそのまま動きをオフセットとして継続して繰り返してくれます。最後のコンティニューはそのままキーフレームの動きを継続していきます。この4種類とループインとループアウト、それぞれ覚えたらなんと8個のエクスプレッションを覚えることができますので便利ですね。ぜひともいろいろと試してみてはいかがでしょう。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。